ミクロの世界へゴー。アクション次はマイクロテクノロ。これからアトムとにミクロスーツはこの、うん、嘘おバカだね。アトニャアトニャの脳みそは仲間か、うん、おい王者ミクロスーツはそこで俺の出番じゃ。この世界が見られるんじゃい。すげえ、うん、ミクロスーツ変化する準備バッチしたぜなんでアトニャっていつもミクロスーツに。風邪薬、風邪薬、ほっと博士私が何大変じゃ大変じゃ、だって爆発、大爆発じゃ逃げなきゃ、逃げなきゃあーと、やつしかないいたここは一体どこだろう。食べ物だらけだねえ、何が、それは胃液よ。出てよ。間に送り込めばわ。うわー今だ。あいいこと思いついたよ。血液の流れに乗れたら外に出られるかも。素晴らしいアイディアじゃ。おーノー博士、今血管の中です。それは赤血球よ。オイラたちどっちに行けば。行ってるから。こっちだね。ドラの方に進んで。おブラント博士の免疫システム、体を守っているのよ。ミクロスーツはバイキンではない。貴様バイキンだな。完璧に退治する。あかっこいい。やっ、私たちバイキンじゃないよ。なくしちゃった。かかれ。逃げろ。このままじゃ目から出られ。ブラント博士、アトムたちは捕まえてくれて助っちょっと待って偽物だよ。かかれ。残り一つになっちゃった。動かそう。進めるようになった。さあもっと早く。あ、痛い。今鼻の中だ。爆発に備えて。私が爆発する。鼻の中から出られない。どうしよう、爆発しちゃう。液体の中に戻せば。アトム、あとに。博士が受け止めてくれ。くしゃみをしてくれて本当だ。だから絶対どうにかなると思った。風邪も治ったことだし。モーリス、私は生きてる。それは石なサインが。アクション。体のウイルスが悪さしてるんだ。だったら私の時計返しなさいってば。